トレバー・バウアー。4月30日現在、15勝7敗の貯金8でセリーグ首位を直走っている横浜 DeNA ベイスターズ。そんなベイスターズで今最も注目されていると言っても過言ではないのはトレバー・バウアー投手ですよね。そんな彼ですが、1軍デビュー日の報道が5月2日、3日、4日と3つ出ており、その試合のチケットを持っている人たちはさぞかし心が落ち着かないことでしょう。ということで、今回は報道に出た3つのデビュー日のそれぞれの可能性について考察していきたいと思います。この動画がもしいいなと思ったらチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは行きましょう。まず一つ目の選択肢は5月2日です。5月2日についてはこちらにあるように4月21日にスポニチが報道しています。ただ4月28日に2軍で93球を投げているので、そこから中3日で登板というのは3つの選択肢の中で一番考えにくいでしょう。次の候補として上がるのは5月4日です。こちらに関してはデイリースポーツや日刊スポーツで報道が出ています。こちらは2軍登板から中5日ということなので、一番考えられる選択肢ではないかと考えられます。各社の記事の信頼度については今回言及しませんが、詳しい方はコメント欄で教えてくださると嬉しいです。3つ目の選択肢は5月3日です。これに関しては4月29日にスポニチが報道しました。2軍戦から中4日の登板はバウアーだから考えられてしまうというのがこの問題を難しくしています。ただ普段デーゲームの中継をしないテレビ神奈川が5月3日と4日にデーゲームにもかかわらず4日しか中継しないというのがどうも引っかかります。さていかがだったでしょうか。こんなにデビュー日が予想できないのは去年の佐々木を思い出しますね。私は報道に載せられて5月2日と4日のチケットを買ってしまったので、どうにか現地で拝めるように願っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。